精霊誌及び RZ はイタリアの自動車メーカーアルファロメオが製造、販売していたクーペまたはオープンタイプのスポーツカーである。75をベースとしてアルファロメオ、ザガーとフィアットがコラボレーションして制作した車種であり、そのコンセプトは一台限りで完結。後継車種は現在のところ登場していない。1989年のサロンアンテルナショナルドロトで、 コンセプトカーの ES-30 を発表。社名は、エクスペリメンタルスポーツカー3.0リットルの頭文字である。車体のデザインと製作は、ザガートが担当したが、ドライブトレインは含まれておらず、エクステリアのみのプロトタイプであった。同年、精霊誌を発売。精霊誌とは、スプリントザガートの略である。 ザガアートによる ES-30 のデザインが採用されることはなく、デザインはフィアットデザインセンターの主導で行われたが、ザガとミラノと刻印された Z インのエンブレムだけは残されることとなった。当初デザインは同センターのロバート・オプロンが担当していたが、ボディーワークの詳細とインテリアはアントニオ・カステラーナが担当した。悪の強いエクステリアデザインからイルモストロというあだ名が付けられている。 エンジンは75にも搭載されていた 2959ccv 型6気筒12バルブエンジンであり、最高出力は75の 188hp に、対して 210pS、6200rpm、最大トルク 25.0kgfm、4500rpm というスペックは、当時のアルファロメオでは最もパワフルであった。 通常の車のトランクに相当するリアハッチ内はスペアタイヤを収納するスペースとなっていて荷物を積むことはできない。トランスミッションは5速 MT、駆動方式はトランスアクスル FR である。サスペンションは75のグループ A 使用者と同じものをフィアットトランチアのラリーチームに所属するエンジニアであったジョルジオ・ピアンタが改良を施し、 搭載した。また、ハイドロリックシステムは、オランダのパーツメーカーコニの製作であった。製造は、ミラノにあるアルファロメオの工場に近いザガートのファクトリーで行われ、プラスチック製のボディパネルは、イタリアのカープラスト社とフランスのストレータム社が製造した。1991年、精霊紙の生産を終了。 翌1992年にはオープンモデルの RZ を発売。1993年9月まで生産された。RZ の生産終了後15年近く、アルファロメオのラインナップからは後輪駆動車が消失していたが2006年に 8C、コンペティツヨーネが発売され復活を果たすこととなった。ありがとうございます。